飯田橋ガジェット研究所の渡辺です。今週からですね、アナログシンセサイザーの制作に入っていこうと思います。アナログシンセサイザーのキットをね、作るんですけど、こういうテキストがあります。メイクアナログシンセサイザーズっていうね、発売元はオウム社というところで、定価3000円で出してるんですけど、著者はアメリカのレイ・ウィルソンさんという方なんですけどね。この本にこの表紙に出ているノイズトースターっていうですね、アナログシンセサイザーの基本が詰まったこういうシンセサイザーの制作法が書いてあるわけです。で、これの中に出ているものではですね、一から全部部品を集めて、それこそつまみからトランジスタから IC から全部自分で集めて作るという、まあ、制作教法になってるんですが、このパーツをですね、日本の秋月電子通商さんが一パックにして定価5800円のキットにして売ってるんですね。で、それを組み立てるとこの形になるわけです。ノイズトースターというアナログシンセサイザーになります。はい、ここに、ここに出ますね。はい、出ました。これです。こうやって音を作ることができる、まあ本格的なアナログシンセサイザーなんですけど、これもちゃんと一応ですね、ここのボルテージコントロールオシレーター、要するにまず音をまず発生させる発信機ですね。それからボルテージコントロールローパスフィルター、VCF って言われますけど、まあフィルターですね、音色を作り出します。それから、音の強弱を作り出す、VCA、ボルテージコントロールアンプですね。で、これの、動きを調整してくれるのが ADSR とか AR って言われる、いわゆるジェネレーターです。エンベロープジェネレーター。そしてトレモロとか、ワウとか、そういうその音の波を作ってくれるのは LFO。 要するに基本的な要素は全部ここに入ってるわけですね。これ1台作ればシンセサイザー、アナログシンセサイザーの基礎が学べるという感じなわけです。ということで、今ここに出てる参考画像は、いろんなまあエフェクターとかシーケンサーとか使ってますけど、まあこういったことができるということで、この制作に今週から入っていこうと思います。それでは制作を始めましょう。まずですね、部品の整理から始めます。僕がですね、シンセサイザーを自作するという夢を初めて持ったのはですね、1973年、中学校2年生の時でしたね。電子工作雑誌のね、初歩のラジオという1973年の5月号にですね、モーグサウンドっていう、ね、言葉が出てくるんです。これはあのモジュラー式のモーグシンセサイザー、ね、富田勲さんがその頃ですね、個人輸入して1971年ですけど、その時の、まあ、ブームに乗ってですね、実際にモーグシンセサイザーを作ってみようって記事が出たんですね。で、実際記事を見ると、これが全然あのシンセサイザーでも何でもなくて電子オルガンの記事だったんですよ。トランジスタ2つを使った発信機をたくさん並べただけというね、電子オルガンだったんですが、まあ、非常にでも夢はありました。モーグ自体が何なのかを当時全く知らなかったので、この記事でも僕は興奮したことを覚えています。その3年後1976年発売の初歩のラジオにですね、本格的な自作シンセサイザーの記事が掲載されます。これが、伝説のハンドメイドアナログシンセサイザーと言われた山下春夫さんの、シンセサイザーなんですね。ちょうど僕は高校2年生でした。張り切ってですね、制作をしようということで部品を集めて、頑張ったんですが、 VCO、ボルテージコントロールドオシレーターを制作し、電源を制作したところで挫折しました。その同じ年にですね、秋葉原エレクトリックパーツというお店からですシンセサイザーのキットが発売されたんですね。これがウェーブキットというもので、すべてのユニット VCO、VCF、VCA などすべてのユニットが揃ったワンボード型のアナログシンセサイザーのキットでした。マイクロウェーブシンセサイザーキットと名付けられたそれはですね、2万3800円という非常にリーズナブルな値段で発売されて大変よく売れたそうです。高校生の僕も当然これを購入して、制作しました。非常によくできたキットで随分楽しんだのですが、その後、何十年ものうちになくなってしまいました。ところが、2014年に、
東京の、お菓子屋さんでこれを見ることになります。当時組み立てたその店主がずっと今も保存していたということで、完成品を久しぶりに見ることができました。そのウェーブシンセサイザーを、持ち主と一緒にデストアしたのが左下の映像になります。画面の背景では部品の整理が進んでいますが、こうやって整理すると、その後の製作が非常に楽になります。また部品で足りないもの、逆に多すぎるものの確認がこれでできるわけです。ノイズトースターは部品の整理が済んで、いよいよ基板の製作に入ります。基板の中に一つ一つパーツをはんだ付けしていきます。左上の画面はマイクロウェーブシンセサイザーをシーケンサーで動作させているところです。シーケンサーは、コルグの SQ1 です。基板の製作はまだまだ序盤です。今抵抗を取り付けていますが、この後コンデンサーやトランジスタ、IC などを取り付けていきます。シンセサイザーの製作というのは非常に大掛かりな作業ということになりますね。ウェーブキットシンセサイザーの問題点は、キーボードが入手困難だったということなんですが、その後別のメーカーから、キーボードも一緒についたキットが発売されました。それがシンコーというメーカーのキットです。これは現物を僕も見ていないのですが、非常に憧れのキットでした。そして1976年12月に初歩のラジオ1977年1月号で
本格的な自作シンセサイザーの記事が掲載されます。それが山下春夫さんのミュージックシンセサイザーの回路から制作徹底ガイドという記事でした。その記事はモーグシンセサイザーを意識した本格的なもので、モジュール型シンセサイザーとして2つの VCO、2つの VCF、2つの VCA、3つのエンベロープジェネレーター、3つのロー LFO に、ボルテージコントローズとフェイズシフターとかスプリングリバーブまで入っているという大型のシステムでした。僕もですね、最初 VCO の2つ、そして電源ユニットを作り、キーボードを作ろうとしたのですが、やはりキーボードが非常な難関で、高校生の僕はそこで断念してしまいました。そして、そのシンセサイザーの記事が、30数年ぶりにですね、伝説のハンドメイドアナログシンセサイザー1970年代の自作機がよみがえるという本になって、2015年の11月に発売されました。当時の記事を、そのまま復刻しているだけでなく、今日的な、新しい技術も含めて今これを作ればどうなるかということが書いてある、非常に良い本でした。現在その著者の山下春夫さんが、当時の、回路構成を、ユーロラック型の、新しいタイプに設計し直して、限定的なキットとして今発売をしています。僕はそのキットをメーカーフェア東京で入手しましたので、今回の動画が終了しましたら山下シンセのフルモジュラー型シンセの制作に取り掛かる予定です。次回はノイズトースターの基板の完成までをお送りします。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。